はい、皆さんこんにちは。今日は1月31日っていうことは3月発売のトミカの予約開始になったのでチェックしていきます。で、タカラトミーさんのホームページの新商品情報の3月発売っていうページのところに出てないトミカが予約開始になったね。ちょっとサプライズ的に出てきたのでその辺チェックしていきます。まずは3月発売のところを見ていこうかな。まずはピザーラデリバリーバイクで、トヨタハイエース、このあたり人気車種だね。で、初回特別仕様っていうのも予約開始になったね。で、ロングトミカのハイパーミストブロワー車も予約開始になってます。で、このあたりも予約開始になって、で、トミカギフトの方も予定通り予約開始になってたね。で、今回ちょっと多いこのミニオンシリーズだね。このあたりの6車種も同時に予約開始になってます。で、トーマストミカだね。このあたりも同じく予約開始になってるね。以上かな。なんだけど、ここに出てないトミカで予約が開始になったトミカがあったね。で、このページには出てきてないので、ちょっと違うページを見てみようかな。タカラトミーモールのページを見てみます。まずは公式オンラインストアのタカラトミーモールのページだね。で、この下の方を見ていって、まずはこの新商品情報ってところだね。新着商品情報っていうのを見てみます。で、ここに新着順で出てくるね。まずはトーマストミカのニアだね。で、エースっていうのも一緒に出てきて、ここだね。今回新商品情報のページに出てきてなかったトミカがこれだね。ドリームトミカ出川哲朗の充電させてもらえませんか、ヤマハ EB のだね。なんか面白そうだね。で、これをクリックしてみるとこんな感じだね。車種の方はこれは電動バイクかな。で、ヘルメットもこれついてるのかな。で、テレビに出てくるようなバイクだね。後ろから見るとこんな感じなんだね。で、ヘルメットのデザインはこんな感じなのかな。で、横を見ていくとこうだね。これがパッケージになるのかな。ドリームトミカ出川哲朗のって書いてあるもんね。あ、ここに書いてあるね。スイカヘルメット付きって書いてあるから一緒にセットになってるね。で、次がそうだね、こんな感じでテレビのイラストで出てるね。で、下の方ちょっと見ていくとここだね。テレビ東京系列で放映中の出川哲朗の充電させてもらえませんかとトミカがコラボレーションしてできたトミカってことだね。番組内で登場する電動バイクがドリームトミカになって登場って書いてあります。で、価格の方が756円だね。こんな感じでちょっとサプライズ的に出てきたトミカがこれだね。で、発売日が2019年の3月30日っていうところも要チェックだね。他のトミカだと、そうだね、トーマストミカも3月30日発売なんだね。で、下の方を見ていくと、これもちょっとサプライズ的に出てきた商品です。ディズニーモータース10周年アニバーサリーコレクションだね。で、これをタップしてみるとこんな感じだね。全6種このうち1つをお届けしますって書いてあるね。で、一つ一つを見ていくとこんな感じかな。ドナルドのモデルだね。で、プーさんの関係もあって、この辺り結構綺麗なトミカだね。これはゴールドになるのかな。で、ミッキーのデザインもあって、これが一番の人気になりそうなのかな。シルバーなのかクリスタルっぽいカラーリングだね。の6車種だね。で、ここに書いてあるのがディズニーモータース10周年を記念してくじが登場って書いてあるね。今までトミカくじっていうのがあったけど、ディズニーモータースもディズニーモーターくじってことはな。特別な10周年のロゴが施されていますって書いてあります。で、これが1つ864円だね。で、発売日が3月30日になってます。で、トミカくじだからこれどれが出てくるかわからないんだね。ちょっとドキドキでもあるけど、6種類揃えるってちょっと大変そうだね。
で下の方を見ていくと、ここからも発表されてないものが出てきてます。ここからはディズニーモータースのジュエリーウェイシリーズだね。これが1、2、3、4、5、6、これは5台セットだから全部で5台ジュエリーウェイシリーズが出てくるんだね。これも3月30日の発売開始になってます。でこの下を見ていくと、ここからは発表済みの内容だね。ピザーラのデリバリーバイクだね。これもちょっとタップしてみるとこんな感じだね。これも発表済みの内容と一緒だね。で当初発表された内容よりもちょっとデザインが良くなってそうだね。タイヤの形状もこの辺違うのかな。ヘッドライトの部分もなんとなくこれクリアパーツっぽく見えてます。でこのモデルは486円で、発売日が3月16日だね。ドリームトミカとかディズニーモータースとかトーマストミカはここが3月30日になってたね。で次を見ていくとこれだね、トヨタハイエースの通常版だね。これもちょっとタップしてみるとこんな感じだね。これも発表されてるデザインと基本的に変わってないね。で下の方を見ていくと、価格の方は486円で、発売日は3月16日だね。で次のモデルがこれだね、トヨタハイエース初回特別仕様です。でこのモデルはタカラトミーモールで現在も予約受付中だね。在庫ありになってるね。3月16日発売予定で、デザインの方はこんな感じだね。このデザインも新商品情報に出てるデザインと同じになってます。で下の方を見ていくとこんな感じだね。この辺の内容は同じかな。で次見ていくと、この辺りからカーズトミカになってくるね。カーズトミカ並べて全員発車シューターマックって書いてあるね。これを見てみると6台一斉に発車できるのかな。こんな感じでトレーラーにもなったりシューターにもなるんだね。なんかリフトとかもついてるね。面白そうだね。マックのトレーラーがピットシューターに変形、カーズトミカを一斉に発射させて遊ぼうって書いてあるね。で価格の方が4536円です。ここからはカーズトミカの車両だね。ジャクソンストームのトーマスビルタイプっていうのが出てきます。3月16日発売になってるね。で下の方を見ていって RRC タイプっていうのも出てくるんだね。でこれも3月16日発売だね。この辺は同じデザインになってるね。でここからはミニオンシリーズだね。前回の動画でも紹介した通り、ミニオンシリーズは6車種出てくるんだね。キングボブがあって、これは氷河期ボブって書いてあるね。黒ミニオンスチュワートっていうのが出てきて、アイラブグルーメルだね。でここから急に違う車種になったけど、ちょっとまた後で見てみようかな。でトミカギフトはトミカ並べて楽しい新幹線輸送トレーラーセットっていうのが発売になります。これは結構注目されそうな車種だね。そうだね、この辺がちょっと欲しいトミカだね。新幹線誘導中っていう、これシールなのかな、プリントなのかな、ちょっとその辺は買ってみてチェックしたいね。パッケージはこんな感じで発表になってます。で次を見ていくとこれだね、トミカワールドトミカと走ろうぐるぐるバスタウンっていうのも予定通り出てくるみたいです。これは今までになかったトミカワールドで、ここにあるバスが自動的にこう回るって書いてたね。どんな感じのからくりになってるかはちょっと買ってみてのお楽しみかな。で次行くと、あ、ここに出てきたね、イーブルミニオンケビンだね。で次がミニオンの囚人メルだね。これでミニオンシリーズは6車種かな。で次のトミカがこれだね、那覇市消防局のハイパーミストブロワー車だね。タカラトミーモールのページにはここにメルセデスベンツウニモグって書いてあるけど、これは多分表記ミスなのかな。ちょっと中を見ていくと
こんな感じのデザインになってるね。これも発表された通りのデザインかな。そうだね、ここに商品の説明のところに那覇市消防局ハイパーミストブロワー社がロングトミカで登場って書いてあるね。972円で発売日は3月16日だね。で次行くと、これはね、これはミニオンシリーズの6大セットだね。4536円で3月中旬発売。これはどうなのかな、3月16日になるのかな、ちょっと微妙なところかな。で下の方を見ていくと、これはさっきあったトミカワールドの電池付きっていうのも出てきてるね。でこの辺は以前発売予定になってたモデルかな。はい、今日は2019年3月発売のトミカの予約が開始になった内容をチェックしてみました。で今回はサプライズ的に発表になってたのはこのモデルだね。ドリームトミカの出川哲朗の充電させてもらえませんか、ヤマハ EV のだね。でそれ以外のところではディズニーモータース系が多かったかな。でトミカくじってよくこうボックス販売ってあるんだけど、今回はこのタカラトミーモールさんのホームページには単品での販売しかページが今のところないね。ひょっとしたらこれからまたワンボックスでの発売があるかもしれないね。なかなか1個ずつ買ってると6社揃えるのって多分結構大変だよね。でサプライズ的に出てきたのはまたこのジュエリーウェイシリーズだね。でこれも5台セットっていうのも一緒に出てるね。でこういうちょっとサプライズ的に出てきたものを全部合わせてみるとだいたい27、8車種ぐらい出てきてるのかな。27、8種類って言った方がいいのかな。そんな感じで結構たくさんの種類が予約開始になってます。で今回はタカラトミーモールさんの商品ページで説明したけど、実際はヨドバシカメラとかビッグカメラとかのオンラインショップでも予約が受付されてるね。で結構人気車種になりそうなハイエースだね。ハイエースのこの初回特別仕様の方だね。でこのモデルは実際ヨドバシカメラとかビッグカメラはもう予約が打ち切られてるね。人気車種なのでもうすでに在庫切れっていうことかな。でもこれからたくさんいろんなオンラインショップで予約が受付開始されるので、そのあたりチェックしてなんとかゲットしてください。でいつものことだけど、ヨドバシカメラとかビッグカメラのオンラインストアではこのモデルは即完売っていう感じだったね。だいたい3分から5分ぐらいで予約が打ち切られたかな。でもこのタカラトミーモールのページだったら予約がまだまだできそうだね。でこのトミカはバイクの車種になるから結構人気の分かれるところかな。だけど人気のテレビ番組とのコラボトミカだから人気になりそうだけどね。でこんな感じで3月はかなりの種類のトミカが発売されるね。全部買うとちょっとかなりの金額いっちゃうので、厳選して予約をして確実にゲットしていきたいと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。